おかげさまで良い取引をさせていただきました。今後ともよろしくお願いします。ああ、こちらこそ。それにしても本当にあの価格でいいのかね。他の商人よりも2割は高いぞ。それだけこの村の特産品が認められているというだけです。十分儲けさせていただいてますから、どうかご心配なく。そうか。いや、本当に世話になるの。今度は奥さんやお子さんと一緒に遊びに来なさい。歓迎させてもらいますぞ。ありがとうございます。それでは村長、また寄らせていただきます。うん、またな。おっと、失礼。今の人は商人の方みたいだけど。ま、ここが村長の家なのは確かみてえだな。お前さんたちは。失礼します。あなたがこの村の村長さんでいらっしゃいますか？うん、いかにもトルタというものじゃが、あんたたち観光客か何かかの？いえ、実はこの村であったという魔獣被害を調べに来まして。うん、あの件についてか。いやな、警備隊の方でも何度か調べてくれたんじゃが、結局何もわからなくてな。あんたたちが来てくれて一安心だ。あの、これって。ああ、またあのパターンだろう。ふう、もう驚かなくなってきたわね。すみません、言葉が足りませんでした。ん？それは。残念ながら自分たちは遊撃士協会のものではありません。クロスベル警察特務支援課に所属している捜査官です。うん、クロスベル警察の方じゃったか。間違えてすまんかったの。何せこの村に町の警察が来ることなど滅多になくてな。あのアリオス殿をはじめ遊撃士なら何度も来てるんじゃが。そうですか。あのおっさん、売れっ子のくせにマメだよな。それでトルタ村長、私たちが捜査に来た経緯は先ほど話した通りです。お手数ですが、もう一度被害状況などを聞かせていただけませんか？うん、そうじゃな。あれは3週間前、ちょうど新月の晩のことじゃ。この村に魔獣の群れが忍び込み、農作物などを荒らしていったんじゃ。どのうちも家畜や果物、小麦などが荒らされてしまった。確か目撃者はいなかったんですよね。うん、クロスベル市とは違ってこの村の夜は早いからの。朝早くの農作業もあるし、ほとんどの村人は夢の中じゃった。そして朝起きてみれば、魔獣どもの足跡と一緒に被害が明らかになったんじゃ。なるほど。それで狼型の魔獣だと判明したわけですね。うん、残された足跡の形状が犬科のものじゃったからな。ちょうどその日に警備隊の巡回パトロールが訪れての、念のため周辺地域を捜索してくれたんじゃが、狼型魔獣の痕跡は影も形もなかった。なるほど、警備隊の調書通りですね。うん、その通りじゃ。それから3週間、再び被害が起きることはなく今日まで至っておる。正直二度は起こらんと高をくくっていたのじゃが、うん、まさか他の場所で被害が起きていたとはの。はい。しかし魔獣に襲われたにしちゃ村は平穏そのものって感じだよな。被害額も結構なもんだったんじゃ。
いや、それがそれほどでもなかったんじゃ。どのうちも少しずつ何らかの被害を受けただけでの。そうなんですか。うん、被害の総額にして10万ミラといったところか。まあそれでも被害は被害じゃからの。さすがに気落ちしておったが、ちょうど良い取引ができてな。みな受けた被害を大体帳消しにできたんじゃ。良い取引？もしかして先ほどのお客さんですか？うん、彼はここ数年わしらと懇意にしてくれているクロスベル氏の貿易商でな。被害の話を聞いて取引額を少し上乗せしてくれたんじゃよ。いやはや、なんともありがたい話じゃ。そうだったんですか。貿易商か。道理で仕立ての良さそうな格好をしていたわけだぜ。まあそれに今のクロスベルの状況を考えれば、この程度の被害はむしろ軽いかもしれん。あの、それは一体。終わった。これは余計なことを言ったかの。すまんすまん、忘れてくれ。おいおい村長さん、そんな言い方をされたら余計に気になるっての。そうですね、思わせぶりすぎるかと。それもそうか。年寄りの世まい事かもしれんが、それでも構わんかい。いや、どうか聞かせてください。どこにどんな手がかりがあるかわからない状況ですから。うん、それならば。お前さんたち、新郎という言葉を聞いたことはあるかね。新郎？神の狼ですか。データベースでも見かけたことのない言葉ですね。うん、やはりか。そうなると町でこの話はもう伝わっておらんのじゃな。なんとも寂しい限りじゃの。その新郎というのは一体。その昔このクロスベルの地に住んでいたという獣たちじゃ。白い毛並みを持つ狼の姿をしておったという。それって今回の被害を起こしたのと同じ？確証はないが、そうであっても不思議はない。古い伝承によれば、新郎たちはただの魔獣ではなく、エイドスが使わした聖獣じゃったらしい。イニシエより血で血を洗うような戦に巻き込まれてきたクロスベルの地。そこで人の愚かさを見守りながら、時に気まぐれに無力な人を助ける、そんな存在だったらしい。そんな伝承が。そういえば白い狼が出てくる童話を昔読んだことがあるような。確か町の図書館に置いてあった気がする。うん、おそらくその童話は伝承を下敷きにしとるのだろう。しかしこの数十年でクロスベルは変わってしまった。帝国共和国双方の影響下で貿易都市として発展するうちに、過去の記憶は忘れ去られていった。そしていつしか新郎たちは姿を消したという。さしずめ人間に愛想を尽かしたってところかね。うん、わしはそう考えておるよ。ただまあ、そんな時代の狭間で姿を消した新郎たちのことじゃ。もし戻ってきたのだとすれば、何かの警鐘を鳴らしに現れたのかもしれんと思ってな。警鐘ですか。こう言ってはなんだが、今のクロスベル市の発展はあまりに急すぎる気がする。たまにバスで街に出ると変わるように愕然とするくらいじゃ。誰もが今だけに追い立てられ、
過去を振り返る余裕がないような、そんな風にも見えてしまうんじゃ。返す言葉もありません。おっと、いやいや、説教するつもりではないんじゃ。ただまあ、そう考えるとこの村が襲われた被害というのも彼らなりの警告、そんな風にも捉えられるのではないかと思ってな。どうやら真面目に受け取られてしまったようじゃの。まあ年寄りの世まい事じゃ、本気に捉える方がいいじゃろ。いえ、いろいろと参考になりました。今回の魔獣被害について別の視点が持てた気がします。それならいいが、捜査に来たと言っておったが、他に協力できることはあるかね。そうですね、一応村の他の方々に聞き込みをしても構いませんか。ああ、お前さんたちなら特に問題ないじゃろ。ちょうど昼時じゃ、外に農作業に出ていた者も帰ってきていると思うぞ。新郎か、いきなり面白い話に出くわしちまったな。そうだな、本当に新郎がいるのか現時点ではわからないけど、容疑者の候補くらいには考えてもいいかもしれない。あなたらしい言い方ね。確かに足跡が残っていた以上、狼型魔獣がいたのは事実みたい。そして痕跡一つ残さずどこかに消えてしまった。おかしいですね、村に足跡が残っていたのならその後もたどれそうですけれど。確かにそれもそうだな、警備隊の追跡調査を振り切ったということか。ま、険しい獣道に入られたら人間にはお手上げだろうしな、あんまり深く考えても仕方ないんじゃねえか。そうだな。よし、それじゃあ早速聞き込みを始めよう。それと昼時だし、ついでにランチでも取ろうか。そうね、歩き回ったおかげでお腹が空いちゃったわ。私もです。そんじゃま、聞き込みしながら宿酒場にでも向かいますか。
ここなら釣れそうだな。こんなもんかな。それ。よーし、大物だ。それ。こんなもんかな。それ。まずまずかな。それ。まあこんなもんかな。それ。まずまずかな。
おや、あなた方は。あ、さっきの。確かクロスベル市で貿易商をされている方ですね。村長からお聞きになりましたか。はじめまして、ハロルド・ヘイワースと言います。クロスベル市で小さな貿易商を営んでおりまして。皆さんもひょっとして買い付けにいらっしゃったんですか。いえ、自分たちは。警察の方だったんですか。これは失礼しました。しかし特務支援課、どこかで聞いたことがあるような。そうです、クロスベルタイムズ。はは、やっぱり読まれていましたか。そのお恥ずかしい限りです。そんなに恥ずかしがらなくても。設立されたばかりだというのに頑張ってるみたいじゃないですか。あの記事だって確かに少々皮肉めいた書き方でしたけど、あなた方の頑張りを好意的に捉えていたと思いますよ。そうですかね。好意的に解釈すればそう取れなくもないですが。書いた本人を知ってるから素直にはうなずきにくいかもな。しかし狼型魔獣ですか。医科大学でも聞きましたが、少しばかり心配ですね。ハロルドさんは医科大学の方でもお仕事が。ええ、病院で必要な備品を下ろさせてもらっているんです。あちらでは怪我人が出たという噂もありますし、それに鉱山町でも被害が起きているそうですね。ええ、現在警備隊の方で捜索が行われているみたいです。そうですか、うん、そちらの方にも近いうちに挨拶に伺わないと。そういえば、ずいぶん良心的な価格で特産品をお買い上げになったとか。村長から聞いたんですか。別に事前とかそういうわけでもないんです。蜂蜜をはじめこの村の特産品は最近評価が上がっていましてね。これを機に少しでも村の方々の印象を良くできればと。そんな打算もあるんですよ。なるほどな。商売は信用第一、そういうわけですか。いい商売をなさっているみたいですね。いや、私などまだまだ駆け出しもいいところですよ。しかし申し訳ないですね。もう少し皆さんのお役に立てる情報があればよかったんですが。いや、そんな気にしないでください。すみませんでした、時間を取らせてしまって。いえいえ、聞き込み頑張ってください。
これで一通り聞き込みは終わりでしょうか。ああ、こんなもんだろ。しかし、思ったほど大した情報は聞けなかったな。目撃情報はともかく、狼の遠吠えでも聞いてる奴がいないかと思ったんだが。そうね。まあいい。とりあえずこの村でできる捜査は終了だ。次は医科大学。一旦町に戻るとしよう。ええ、分かったわ。さすがに帰りは歩いて帰りたくはないけど。同感です。というか面倒くさすぎです。まあ仕方ねえか。それじゃバス停で次の発車時刻を調べてみよう。Thank you.
次の時刻は30分後か。また微妙に中途半端な時間だな。宿酒場に戻って一杯引っ掛けるのもやりにくいし。それ以前に勤務中に飲酒はどうかと思うけど。ティオ、どうかしたの？いえ、何か遠くで聞こえた気がして。すみません。センサーを最大にしてみます。少し静かにしていてください。ああ。アクセス。すみません。気のせいだったみたいです。いや、それは別にいいけど。最初に聞いたっていうのは、一体どんな音だったんだ？それが何かの遠吠えだったような気が。そいつは例の狼型魔獣。いえ、ただの聞き間違いかもしれません。センサーの誤動作という可能性もありますし。どうする？この付近を捜索してみる？そうだな。ティオ、そのセンサーの感知範囲はどのくらいなんだ？そうですね、およそ50セルジュといったところでしょうか。ただ音が風に乗っていた場合、その倍になる時もあります。ふう、そんなにあんのかよ。そうなるとどこから聞こえたか皆目見当がつかないわね。ああ、現時点では気に留めておくしかないだろう。あの、私が聞き間違ったって思わないんですか？え？でも聞こえたんでしょ？
私の主観ではそうです。でも普通の人には聞こえない音が私にだけは聞こえた。普通は嘘とか気のせいだって考えるものなのでは。と言われてもな、ティオスケがすごいってのは俺たち全員が知ってるしな。え？それにあなたが嘘をつく理由なんてどこにもないでしょ。まだ短い付き合いだけど、ティオには何度も助けられている。俺たちが疑問に思う余地なんてこれっぽっちもないと思うけどな。すみません、変なことを言い出したみたいです。今のは忘れていただけると。ああ別に構わないけど。おや皆さん。あ、ハロルドさん、もしかして皆さんもクロスベル市にお戻りに？ええ、そうですけど、ハロルドさんもお帰りですか？ええ、妻と息子へのお土産も確保しましたしね。そうだ、皆さんはバスをお使いですよね。次の発車時刻は何時ですか？時刻表によると30分後くらいですね。一緒に俺たちとここでだべってますかい？ああ、実はそうだな、5人だったらギリギリ大丈夫か。皆さん、よかったら私の車に乗っていきませんか？クロスベル市までお送りしますよ。すみません、わざわざ送っていただいて。いいんですよ、ついでに送るだけですし。しかし自分の車を持ってるって相当すごいよな。まだまだバカ高いんだろう。このクラスの自家用車なら確か80万ミラくらいかと。80万ミラ、そりゃすごいな。一応貿易商としての仕事の道具でもありますから。バスを使ってもいいんですけど、どうしても時間の融通が効かないことが多くて、去年思い切って購入してしまいました。それ以外にも理由がありそうですね。待っている奥様と息子さんに一刻でも早く会いたいとか。参ったな。なるほど、お土産もまめに用意してるみたいだし。いわゆるマイホームパパというわけですね。いや、とんでもない。どうしても出張が多くて、妻と息子には寂しい思いをさせてしまうことが多くて。息子さんはおいくつなんですか？今年で5歳になります。まだ日曜学校に入る前ですけど、もう好奇心旺盛で、いろんなものに興味を示しては妻の手を焼かせていますよ。へえ。お幸せそうですね。それはもう。それに私たちは幸せでなくてはなりませんから。え？ああ、いや、すみません、こちらのことです。おっと、歩道を抜けますね。右に曲がりますから、皆さんどうかお気をつけて。